イオン、古川橋駅前店は、大阪府角市末広町にある大型商業施設で、ある。大英時代の店番号は0362、ネットスーパー取扱店舗。大英古川橋駅前店、時代1984年2月23日、古川橋駅の南口に、大英古川橋駅前店として開業した。かつて近隣に、 大英古川橋店が存在したが2010年に閉店した。2016年3月1日にイオンリテールに営業権が承継され、同年3月27日までに大英としての営業を続け、改装休業を経て3月30日にイオン古川橋駅前店に改称された。大英古川橋店はかつて古川橋駅前店の近くに存在した。 店番号は0168。1984年に古川橋駅前店が開業すると差別化を図るためにトポスに業態変換し、2006年に大英のシンボルマーク変更に伴う合理化策の一環として再び大英に戻った。しかし、建物の老朽化、売上げの減少で2010年3月31日に閉店した。 閉店後建物は解体され、跡地には、門真市立体育館が移転された。古川橋ショッパーズプラザが名称だったが、その後は、さきの名称は公式には使われず大栄、古川橋店の名称を、表向きは全面に出していた。大栄古川橋駅前店に関するカテゴリー。ありがとうございます。